さて、それでは観光 PR はね、大体もう終わりました。くまモンも今日はちゃんとお手伝いしてくれましたからね。なんかやりたいんだよね。ね、くまモンはですね、くまモン体操という体操が大好きです。ですので、せっかくなので今日はくまモン体操をやっちゃおうかななんて思うんですけどね。いいですかね。ありがとうございます。そうしましたら、くまモン体操をやりましょうか。ね。せっかくですから、今日はちびっこのみんなもいっぱいいるから前に出てきてもらって一緒に体操を踊っちゃいましょうかね。簡単なポーズをね、一つか二つか練習をした後にくまモンと一緒に踊ろうかななんて思います。じゃあくまモン、そろそろスタンバイしてくださいよ。あ、それとスタッフのお兄さんがね、今練習中のお兄さん、何、ちょっと待ってって言った今、んなんかちょっとくまモンちょっとくまモン、え、もしかしてあれ、あ、今日司会をしてくださってる森田お姉さんですけれど、あの、大丈夫ですか、いや一緒に踊ってほしいみたいな、いいですか、はい、じゃあ司会のね、森田お姉さんも一緒に踊ってくれますんで、ちびっこの皆さんちょっと前に出ましょうかね。そこの黒い石よりも前に出てきても大丈夫です。くまモン体操をするときだけは大丈夫ですから、一緒に踊りましょうかね。はい、それでは簡単なポーズを説明しながらやりましょうかね。はい、ではくまモン体操、くまモンが一番大好きなポーズはこれなんですよね。せーの、サプライズ。左足で立って、右手と左手を前に出します。サプライズ。ちょっとね、バランスがね必要だからね。これがね、曲の中に1回だけ出てきます。1回しか出てこないので、ここを逃してしまうと今日のサプライズはもうできなくなってしまいますんで、このサプライズに行く前のポーズから練習をしたいと思います。手を前にちっちゃくバイバイ、上に大きくバイバイ、お尻フリ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 、いくよ、サプライズね。サプライズのポーズは、手を前にちっちゃくバイバイが出てきたら、そろそろ来るぞと思って準備をしてください。じゃあ今のところを曲に合わせながらやりたいと思います。せーの、どうかいどうかい、マウゴツスゴカケ、はい、サプライズ、はい、ね、これでなんかうまくいきそうな感じがしてきましたね。あともう一個ぐらい練習しちゃいますか。なんかいいかな、どれがいい、あ、これやりたい。これね、あのモンモンモンっていう一番サビの部分に出てくるやつで、くまモンもこれも大好きなポーズなんですね。じゃあまずは右手を出して前に、左手の方出して、せーの、3回モンモンモン、反対、くまモン、手を大きく回して、いないいない、あ、はい、もう一回やりましょうかね。右手から、せーの、モンモンモン、左手、くまモン、手を大きく回して、いないいない、バッ、はい、この2つをね中心にやっていきたい、いきたいと思いますので、なんかちびっこのみんな集まってきてくれましたね。ぜひ一緒に踊りましょう。あの、全部踊れなくても大丈夫ですよ。今日初めて踊る森田お姉さんも頑張って踊ってくれますからね。それでは参りましょう。準備 OK かな、くまモン、いくよ、くまモン体操です。もう一回、
ありがとうございました。初めて踊ってくれた方も皆さんお上手だったですね。後ろ見えた悪魔もちっちゃいお友達だけじゃなくって大きなお友達さんもね一緒に踊ってくれてましたからね、よかったね。はい、ということで最後の後咳という言葉の説明だけしたいと思います。熊本弁で後咳というのは扉を閉めることを言います。熊本の人はこれは標準語だと思ってまして、保育園にも後咳しなさいというふうに書いてあります。ですので熊本弁今日は一つだけ覚えて帰ってください。じゃあ熊本最後は後咳で締めましょうかね。いくよ。はい、おしまいからいくよ。せーの、はい、おしまい、後咳。はい、ありがとうございました。熊本県でした。ありがとうございました。熊本可愛かったですね。いきなりちょっとお誘いを受けて体操することになりましたが全然できなかったんですけど、前のお友達上手でしたね。びっくりしましたけれどもね、ありがとうございました。